なくなっちゃったから、もう泣きそうになっちゃったから泣きそうになっちゃったから、ちょっと時間取っちゃって、ちょっと時間押しちゃったんだよね。だからそういう見てる人たちに嫌だなって思わせちゃったのかなって思うから、それは時間通りにいかなかったのは申し訳ないなってアンチの人に対して思います。すいませんでした。最後見たけど可愛かった、ありがとうね。西村ひろゆきさんがね好きなんですよ。よう、みなせよ、西村ほんかにだ。頑張ります。明日も頑張りますので、ぜひ皆さん今見てくれてる方が全員投票しに来てくれたらバトル多分勝てると思うので、今日の最高票数が最後のバトルの990何票だったから、そう俺はいいや、私はいいやと思わず、ぜひ皆さん来てくださったら嬉しいです。17ライブ、17ライブですね。17ライブのラストアイドルの公式アカウントのバトルしてます今。けんちゃんなよ、けんちゃんなよ。無理するのやめてもらっていいですか。じゃあ無理するのやめるとしたら、今すぐこのバトルを放棄するってことになります。ドレスは下に着てます今。でも本当にアンチの方がいるってことは、そうなんかちょっと目立ってるっていうことっていう、なんかいい捉え方をするとね。だから逆になんか何も言われなくなったらあったでね、つまらないというか終わりだなと思うので、うん、言われてるうちこそなんぼですな多分。皆さんありがとうございます。わざわざありがとうございます本当に。さらへよ、ちょっと待ってね、ちょっと待って。よいしょ。衣装ね、そうめっちゃ買ったのよ。これも今下に着てるんですけど、こんな感じですね。で首はなんかつけるとあれみたいですね。昔のさ、エデンなんていうんですか、韓国から応援してます。ありがとう、こまわよ。せんべい、これ付け方が分かんないんだよね。奥に今日つけてもらったんだけどさ、なんかできないんだよ。前掛け、そう前掛けみたいに。かわいい、かわいいんだけど丈が短すぎて履けない普段は絶対着れないです。僕の1票は1000票に値します。嬉しい、ありがとうございます。明日もよろしくね。大阪から応援してくれてんの、ありがとう。セーラームーン、くすぶり弱いです。自己紹介、こんにちは、西村ほのかいむにだ。西村ほのかです。こんにちは。自己紹介そういうことないな。ちょっとほのの作戦ノートが書いちゃう。ワクチンは打ってないです。ハグしてください、プリーズハグミー。どこで投票するの？17ライブっていうアプリのラストアイドルの公式アカウントから配信されてるんですよ今も。多分もう終わっちゃったわ。うん配信されてるので、明日ぜひ私のバトルの時間見に来てくれたら嬉しいです。普通にね毎回僅差だし、今日2回目の試合は余裕で負けた。ほのが500票、初めて500票ぐらいしか入らなくて、500票と相手が800票ぐらいで余裕で負けましたね。なので今見てくれてる方全員が見に来てください明日はそう普通にちょっともうきついので、なんて言うんですか、バトルもきついし、勝敗決まるのきついし、体力的にもきついし辛い。だからぜひ見に来てください皆さん、お願いします。2試合目は見れなかった、すいません。大丈夫、ありがとう。明日よろしくね。ヒゲダン、ほなヒゲダン明日やるよ。言っちゃった。好きな色緑、水色です。もうめっちゃ化粧落ちてるさ。てかそのマスクにさ化粧がつくの嫌で、出る前にここら辺こうバーってさティッシュで拭いてきてからマスクしてるからさ、もう多分めっちゃ落ちてる化粧。 P さんに投票してありがとうございます。1000人聞いてるとこ出した。いや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 、もうそれに勝るアンチの方とかもいるので、私は本当にどっちつかずです、毎回。うんでも本当にどっちに転んだとしても頑張るよって感じ。エクステです、これ。なんか馴染んでますからね。歌詞はね覚えれてるやつと覚えれてないやつがあるかも。覚えてても見ちゃうんだよね、ちょっと覚えたとしても。ありがとうございます。初めて投票して嬉しいです、ありがとう。あとね45678910112試合残ってます。で明日が3試合で、明日終わったら181920であります、試合が。何時からか教えてくれないと投票できない。明日は17時45分ぐらいじゃなかったっけな。ちょっと私の作戦ノートがね見当たらないんですよ。どこ行っちゃったのかな。最近のマイブーム、マイブームはお買い物、あと食欲が戻ってきたので食べることはすごく好きです。アンチが途中からぶり返してくる。そうだね、まあなんかね、わざわざ炎の試合を見に来てくれてるってことですから。だって急に票数変わるもん。ありがとう。なんかその労力を使ってくれること自体もなんかすごいね、大変なことなのに。ちょっと待って、勝ったら選抜に入れます。何回か勝ったら。ノートない。あ、どこかな。美味しい。好きなお酒ない。お酒嫌いだからね。あ、書いてくれた。明日は17時45分と19時半と20時だって。ありがとう。ちょっとなんかノートどっか行ったわ。どこだ。私の作戦ノートがないと結構まずいんですけどね。コロナ終わったら普通に遊びたい。ご飯当たり前のようにご飯行って外ふらふら歩いてみたい。今日の夕飯はなんかなんだっけな、山賊飯だっけ。あ、ひろゆきですよ、私。ひろゆきがカラピスを飲むっていう。必ず選抜メンバーに入るために応援してきます。ありがとうございます。過去のさカゴさん無理だ。こんばんはよ。ちょっと化粧落としてるから鼻赤いんだよね。なんかニキビできてる子にちょっとプツって。投票するタイミングが合わない。ぜひ合わせてください。明日は17時45分に1試合目あるから、多分17時57、50、17時57分ぐらいに投票時間が始まりますが、念のため55分ぐらいからもうスタンバっておいてくれたら嬉しい。まあ、あくまでもいいと思った方に投票するっていうのが今回のねバトルだと思うので、ぜひいいと思った方に投票してください。ものじゃなくてもいいよ。カルピスがね好きなんです、私。珍しい髪型にする。自分が見た時は勝ってるので、ほのぴがした全勝よろしくお願いします。投票はただですよ、無料。もちろん視聴も投票も無料です。ほのちゃんが選抜に入る決まってはない。本当に何があるかわからない怖い毎日。でもなんか別にそこまでガツガツしてるわけでもないんだよね。ほの絶対入りたいですってなんかまあ入りたいよ、もちろん入りたいけど、なんか正直みんなが決めることだから、それってだからどっちに転んでも受け止められるし、それが正解だと思ってるから、別にそこまでガツガツしてるわけじゃないんだよね。はい、センターは多分今回は無理かな、というか選抜に入れるかもわからないんで。どのぐらい痩せた ?3 キロ落ちたけど、一時期よりかは、一時期は38キロぐらいになっちゃってたから。でも今はもうちょっと戻りました。40ぐらいなんじゃないかな今。絶対勝つ、ありがとう。勝ちたいけどね、実際なんかあんまりうまく物事は進まないですね。壁は高くなり続けてます。初めて投票した、こんばんはよ。明日もファイトだし選抜で見たい。クロちゃん優しいね、ありがとう。本当にコメントもありがとう。本物のクロちゃんが見に来てくれました。本気で宣伝してるんだよ今も。本気で宣伝しててもこの結果だから、別にそんな絶対1位ってことはない。全然力不足だし、なんかなんだろう、浅い、なんだろうな、深いファンがあんまりいない気がしてて、絶対に全部見に行きますみたいなのが意外と少ない気がするから、もうちょっとなんかみんなのこと知ってほしいしね、なんか距離ちょっと縮まればいいなとは思ってますね。もうちょっと見たいって思ってもらえるような存在にならなきゃなって。アンチに負けんな、頑張りますぜひ守ってください。本当に今日アンチいたんで、コメント早く終われよみたいな、このバトルきつみたいなありました、はい、でもなんか普通に女の子の名前っぽい感じで書いてたけど、平気なのかな、そんな自分の名前出して書いちゃっててっていう、逆にちょっと心配になっちゃいましたけど。ラブコチはしてます、ありがとうございます。今何位だろう、昨日までは13位ぐらいだったけど、今日の結果で多分ちょっと変わったと思う。そうですね、まあ、民度いい人ももちろんいっぱいいますよ。中にはあんまり良くないコメントもありますね。ナナピー大好き、ありがとう。髪色かわいい、ありがとう。でも多分今黒の服着てるから明るく見えるんだと思う。ちょっと12位か。 YouTube はね作ってるから、あと人見知りだからああなるけど、多分結構こんな感じ、冷めてる、わかんない。プライベートは結構クールかも。フィルターなくて最高フィルターつけちゃうから、でもフィルターつけて後になくすとクソブスみたいな見えるから、最初からつけないのが一番。ほらひどいひどい。元アイドルの人とコラボしてほしい。じゃあね、できるように頑張ります。ぼちぼち、もうぼちぼちみたいな感じのさ態度の方がいいのかな。なんかさガツガツしてるの嫌だみたいなコメントあったんだけど、別にガツガツしてないんだけど、そんなにキャラがそうなのかもね。ガツガツ系のキャラなのか。推しをアンチから守れなかった、なんかそれさ守れなかったで終わるならいいけど、なんかいやね、もう完全に終わっなんていうの、守れない存在になっちゃったみたいな、いかなきゃいいけどね。もう亡くなってからじゃ遅いからね。いなくなる手前だったらいいけど、前髪そうちょっと長くてなんかポジションが微妙。ひろゆきさんのフィルターつけてから外すと可愛く見える。可愛いじゃんひろゆきさん、こんな顔してた。試合勝っておめでとう。いやでも今日の試合はバトルは全勝してみたかった。1日で負けないことがないので、1回は絶対負けてるから、だから全部勝てる日があればいいなって思って、今日はその日になればいいなと思ったけど、やっぱりちょっとね、うまくいかないですね。歯が白くて羨ましいのはぜひホワイトニングをおすすめします。ホワイトニングしてください。外してから広い、そうそうそう、顔が今12位らしいです。明日ぜひ全勝頑張ります。高校取れるように頑張る。でも本当にじゃんけん負けたら、あ、もうやばいってなっちゃうかも。明日はね頑張ります。期日前投票ない。やばい、充電なくなっちゃった。ロンハン運動会で一目ぼれした、ありがとう。なんで山登りしたの。あ、ほのぴーって名前に変わりました。ちっちゃい「い」になりました。明日はバトルしてます。17ライブでラストアイドルの公式アカウントからバトルしてます。歌ってますね。何位まで、17位まで、はい。でこのあとほの強敵いっぱいいるので、このあとっていうかみんな強敵なんですけど、ほの1期生に勝てない説あるのよ基本的に。で1期生めちゃめちゃ残ってて普通にやばいうん、多分無理かなっても思ってる。でもそれを決めるのは視聴者の皆さんなので、本当に視聴者の投票にかかってるので、ぜひよろしくお願いします。何時まで配信予定かは特に決めてないな。うん、楽しみたいけどさ、どこのリーボックですこれ。しかも丈がね膝下ぐらいまであるから、もうなんかめっちゃ今日これで帰ってきたんだけど、下全部衣装です。ほらこれ衣装で今日帰ってきました。オンライン再開もあると思いますよ。泣いてない。全身見せないです恥ずかしいので。あんまりこういう女の子っぽい格好してるの見られたくないんだよね。圧倒的きらめき、頑張れば勝てる。かもさん、あ、あにゃんせよよ。明日は17時45分に1試合目があります。はい、明日3試合。ネイル。うん、見えるかな？このもボーイッシュが一番好きだし、楽だし、最高。衣装は個人管理。そうだね。あ、ラストアイドルの衣装は事務所管理だけど、今日のこういう衣装は、自前。全部。買った。てか。うん。もう少し見たい。ほんとネイルの話見えますか。勝てるから自信持って頑張ります。自信はずっとないよ。楽な格好、いやこれが楽なんで大丈夫です。どこで買うの。ネットですね基本的に。 Amazon とかめっちゃ多い。てかこっちの涙袋すごいな、ほのこっちないのに。考えだよね。シャンプーしてる時何考えてたの。何も考えてないですよ。アイドルになりたい理由なった理由ってこと。なりたいと思ったことは一度もなくて、テレビを見てて歌が好きで、で芸能の仕事にも憧れがあったので、音楽に携わりたいなとは思ってたんだけど、ラストアイドルのオーディションをやってて、あれなんか受けてみたいと思って、アイドルがやりたかったっていうよりかはテレビに出たかったし、どこまで自分が通用するのか知りたかったっていうのがきっかけはね。何歳から。22歳です。23の代かな。でもめっちゃ遅咲きです、私は。眠くなってきた。今日も始まる前、9時のバトル始まる前に寝ちゃってたんだよね。アイドルの後何したい？経営したい。お金を稼ぐことがしたい。A 型です。憧れの人いないです。あんまりテレビとかもあんまり見ないから、なんか憧れみたいなのがあんまないんだよね。好きなメンズのアパレルブランド、自分がよく行くユニセックスとかあるところだとビームスとか、でもニードルズかなのブランド、蝶々のブランドがあるんだけど、そのブランドを着てる人はオシャレだなって思いますね。難しいんですけどね、あんま結構ガラガラしてるので、ガラガラしてないアイテムが可愛いです、ニードルズの。このピーと出会ったのはメルトンとのロゴでした。ありがとうございます。ニードルズだよね。あ、アニョハセヨ、アニョハセヨ、アニョハセヨって書いてある。めっちゃ疲れてる感じ。時計はグッチのユーズド持ってるんだけど使ってない。イヤーカフありじゃない？なんかいいと思います。朝は配信しないかな。家はそんな広くない。ほのちゃんがニードルズ着てるの見て私も過去の人、あ、いいじゃないの。可愛いからね。可愛いやつめっちゃ可愛い。シンプルなやつがほんと可愛い。ジャージっぽいやつ多いんだけど、プロデュースする力あると思う。いや、プロデュースとかしてみたいけどね。なんか洋服とか作ったりしてみたい。ガルクが見たいって。明日がニードルズきます。経営って具体的に美容かな。やっぱり自分が美容免許持ってるので、美容系の例えば肌、若返り、脱毛とか。アパレルもやりたい。でもアパレルってなんか難しそうだよね。アパレルもし作るとしたら超シンプルの形が可愛いやつばっか作りたい。韓国の YouTube で有名になってるんやけど、いつか韓国でも活動するって、韓国に来た1年間ほなが本名です。タンメン、お前にください。タンメンよね。まあでも別にテレビで言ってなきゃよくない？こういうプライベートな空間だったら最悪許容範囲でしょ。それでもダメ。嫌だ。今終わった。お疲れ様です。メンバーと話す時だけまあそうだね今日は一緒に昨日一昨日競輪だったんですよね。横本さんと一緒の時はね、やっぱ盛り上がりますね。桐生 G1 始まった。可愛いから何でもいいの。何でもいいけど嫌だっていう人もいるの。だから気をつける部分は気をつけてんの。また言っちゃったでもさ、ちっちゃい頃さ、うちって言ってたの。したらうちって家みたいだからやめなさい、炎にしなさいってお母さんに直されて、そっからずっと炎だから、こう呼ぶのは親のせい。別にぶりっこしてるとかじゃない。それが育て方だったから、うちの。知らないでしょ。もう今更変えてもいいですけど、別に。タンメン、ほのちゃん、ボート、シロちゃんより好きそうそうそう、ボートもね一回来てくれて楽しかった。うちって呼ぶ時代あるじゃん。中学生とか小学生とか。ドラマなんか普通に変な役可愛いな、それでいいの自分の価値観を押し付けられたくない。まあものにもよるかも。別にほのぐらいだったら何でもいいかも。私って言いなさいとか、炎って言いなさいとか、別にそこに関してはあんまりどうでもいい、正直。他の頑張ってることに対してそういう押し付けてこられてたりするのは嫌だけど、何でもいいです。炎って言って嫌な思いをする人がいる、傷つく人がいるんだったら今すぐに変えましょうか。ほのかはヤンキー時代ないですよ。うちなんで真面目なんで。競輪出てる見てる、ありがとうございます。会社作るので会社にやりますね。僕が男らしい。うるせえやつらの生持ちあきオリオからほのぴほのちゃんだよ。オリオは私のことほのちゃんって呼ばれてます。ななみんはうちって言ってるね。明日インスタライブどうでしょう。可愛くて売れたらアンチ増えるのなんやろうな。まあしょうがないですよね。アンチはつきものらしいですね。私は喧嘩売ってるみたいだね。私は声優はまあやれるならやりたいけど、超噛むのよ。超噛んじゃう。ツイッターしてますよ。1+1は1+1はキュンです。滑った。何フェチ？ほくろ、肌、匂いコメント流れてるよ。鬼滅もう映画全部見、あ、映画じゃない漫画全部見た。12時までやるかな。好きな YouTuber 最近はよく見るのはコムドットさんですかね。すごいちっちゃい子で言うっていう。だから最近なんかコムドットさんのね、ユーマがニードルズを着ててめっちゃおしゃれやんって思った。洋酒ね。好きな漫才師霜降り明星さん。でも最近は三拍子さんとかと絡むことが多いので、三拍子さんめっちゃ優しいなと思います。500万の大会優勝してすごいね。やっていきましょう。ほくろは何の話？私ほくろないんですよ、顔は。全然。ビスターズ見てるよ。アイドルと女優と歌手、どれを目指してますか？どれも目指してないです。原さんかっこいいってよかったね。最後に泣いたのは今日。爽やかな匂いと甘い匂い。男だったら爽やかな匂いじゃない？どっちでもいいかも。いい匂いならヒップホップ期間。推しの女子ボートレーサーちーちゃんですかね。あとはやばい、名前が出てこない。出てこない。顔は出てくる。えみちゃん、遠藤えみちゃん。そう、テニスやってたのに顔にはなんかほくろできない体質なんだよね、多分。全然ない顔。ここにちょっとなんかあるかも。こかない。売れてないですよ、全然。というかラストアイドル自体がなんかもうちょっと売れてほしいです。それでもうちょっと売れればいいのになって自分自身も思います。だからみんな見て、明日17ライブのバトル、ラストアイドルの公式アカウント見て。髪の長さ今こんぐらいじゃない？この前食べたばっか。月見パイめっちゃ美味しい。月見パイだっけ？めっちゃ美味しい。あんこの餅のやつ食べて。コバだと知ってるよ。ラストアイドルの子なんだ。はい。ラストアイドルさ、知らない人多いもののフォロワーさん。見に来て、興味持って、もうちょっと。もっと興味持ってください。投票しに来てください。アイドルで目標にしてる人いません。めっちゃ美味しいよ。月見バーめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。明日は17時45分から。遅いです。3試合そっからあるので。多分バタバタしちゃうと思うので、あんまりなんかね、あれですけど。マビーのおかげで興味持ってありがとう。化粧は多分、ど薄いです、今。最初のイメージが強い。もう最初と影離れてるよ、今は。最近の好きな歌。加工ないんだけど、加工。逆に加工しよっか、じゃあ。あ、投票してくれてありがとう。野球頑張れ。サウナはね、あんま行かないね。というかなんか、汗を一生かかないので、私。だから辛いんですよ。我慢してるのが。汗かくまで我慢するのが辛いのよ。あ、食べた次の日。加工しました。え、勝てないから告知してるの。何回も負けてます。しかも勝ったとしても超僅差。告知してなかったら負けてたんだろうなとか思うもん。車のナンバー128いいことあるよ。絶対事故らないっていう車になる。センター分けはね、たまにやりますよ。今日なんで泣いてた？泣いてはないけど辛いから、バトルが辛いから泣いた。泣きそうになった。仲のいい人たちとも戦わなきゃいけないし、すごい悪いことも言われるし、なんでこんなのやらなきゃいけないんだろうって思うから泣けてくる。辛い。私が負けますよ。もちろん負けます。アンチもいっぱいいます。どうやったら勝てるのかわからない。死ぬことが怖くなる時はあります？死ぬことはあまり考えないので、怖いと思わないけど、もし今死ねって言われたら怖いかも。でも明日死んだら後悔するって言われたら後悔しないかも。頑張って生きてる。味方ありがとう。美容師に戻りたいと思ったことは一回もない。ただヘアメイクには戻りたい。見てない人に一回だけでもいいから17見てほしい。見てほしい。本当に見てほしい。あのね、見ないとわからない良さが。こんなことしてるんだって思うと思う。騙されたと思って一回見てほしい。17ライブのラストアイドルのバトル。本当に騙されたと思って見てごらん。切り抜きのクリップみたいなさ、いろんな人が作って載せてみてよ。なんかね、面白そうだなって思うような、そういうので興味持ってくる人いないかな。明日は17時45分からです。で、前までは切り抜きのクリップをインスタとか載せてたんだけど、載せちゃいけないことになったの、メンバーが。だからうちらができないことはファンの皆さん関わりにしてください。アンチぶっ飛ばしてください。炎も負けないように頑張る。山のカーテンコールわかんない。元気ない時は美味しいもの食べたり、泣いたり、寝たり、好きなことしてる。この前17でほのぴー部屋行ったら絡んでもらえなかった。どうしたんだろうね。ありがとうございます。味方の方は守ってください。この感じになりたい。いや全然あれですよ、人はないものねだりなので、人のこといいなって思うことあるけど、自分はそこまで満足してなかったりしますからね。17は回線は悪いので、ぜひ環境、ネット環境には気をつけてください。こんばんは。よう、安田愛理ちゃんと今度あります18、あ、まだ発表されてないので言わない今度あります。今の髪型お団子してるだけ、ここでこう、もう12時までで終わります。お風呂入って寝ないと、明日に備えて。いやでも明日のダンスとか覚えてない。まあいいや、とりあえずベッドで覚えよう。こっから急に格好外したらクソブサイクになるから、ちょっと一回挟むわ一回挟ませて、ちょっと和んだ。ベトナム人の女の子に恋した。アドバイス頑張れ。午前じゃ、そう、今日6時起きでしたね。ないものだったりね、あれ食べる食べる。はい。会社作った客にもお願いします。この人が可愛い。まあロングだからね。ひろゆきさん挟みました。アイドル過酷、そうですね。めちゃめちゃ過酷ですね。しんどいけど頑張ってる。ということで配信、ひろゆきさんは違うですよ、尊敬がゆえです。これはダンスってイメージで覚えれない、動かないと覚えれない。ピーリングしたらニキビまあ治りやすいかもね。物にそっくりな彼女、ほらドッペルゲンガーあんま見たことないから多分いないんじゃないかな。似てる人見たみたいな言われたことはあるけど、信じがたいですね。舞台幅綺麗、でも今日はすごい狭い方です。こうやってほら見て、正面向くと多分狭くなっちゃう。こうやって下向いてるからじゃない？もともと踊れない、全く。この後寝るお風呂入って寝る。でダンスの動画一回見ながら寝ます。マピもできます、頑張ります。100点おめでとう。声が好き、おやすみ。ドッペルゲンガー何人か見たら死ぬんじゃなかったっけ？一人でも見たら死ぬのそれって。よう、でも頭よしよししてくれる人欲しいですよ。もうよく頑張ったね、今日も一日お疲れ様、生きてるだけで偉いよって、こうやってよしよしってやられながら泣きたいって泣きたい想像したらちょっとうるっとしたもん今偉い今日もよく頑張った。褒めてくれたガルクが、生きてるだけで偉いよ。そう、生きてるだけ偉いよ。本当に死んだら何もできないからね。しかも親より先に死ぬのが一番親不幸ですから、それだけはね、ないよ。熱い、汗かいてきた。涙腺、まあこの年になってちょっと弱くなってきた感はあるけど、そこを逆に我慢する強さみたいなのがある。我慢したいって思っちゃう。なんか泣きたくない、そうだから泣かないんです、私。生きてるだけでありがとう。じゃあ皆さんも明日もよろしくお願いします。うん、自分何でもできる、生きてれば本当何でもできるから、やろうと思えばね、頑張ろうみんな。子供できるって冷静に見るなら、まあ確かにね、そうかもね。頑張ります。服装真似したい。リーボックのジャパーです、これは。暑い暑い。よし、じゃあ終わろう。おやすみなさい。皆さん明日もよろしくお願いします。Thank you for coming and I try to be sorry.